高品質、しかも安い。武士蔵。お名前と、フルネーム、あと学年を教えてください。岡山美優です。2年生です。はい。新しいチームのキャプテンっていうことなんです。はい。キャプテンに任命された時の気持ちを教えてください。言われた時はびっくりしたんですけど、はい、まあ、3年生が抜けて人数も少なくなって、その分大変なことが多いので、そこを視野を広くして、チーム5人で頑張っていきたいなって気持ちです。はい。まあ、今、まだキャプテンとしてはスタートしたばかりかなと思うんですけど、どうですか、少し経ってみて、こういうところが大変だなとか、なんかありますか。やっぱり人数が少ない分、いろんなところを見て、先を考えて行動しないといけなくなったので、そこら辺はまだ足りてない部分が多くて、先輩方とかにやってもらうこととかが少し多いかなって思います。元々のご出身の中学校と、道場もあれば教えてください。大森県友会です。出身中学校は向井本郷中学校です。この、市立船橋高校を、選んだ理由を教えてください。自分が中学校3年生の時に関東大会を見て、すごい先輩方が強くて剣道がかっこよかったので、自分もそんな剣道になりたいなと思って入学しました。実際に、入部してみて、どんな剣道部ですか。厳しい稽古も多いんですけど、仲間みんなで切磋琢磨して盛り上げて乗り越える感じです。はい。これからの目標というのを、ぜひ教えてください。まずは3年生の先輩方が去年亡くなった選抜予選があると思うので、まずは県で優勝して全国でも勝ち進んでいけるチームにしたいなって思ってます。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。